あ、この下の方にあるやつだ。すげえ。再現度だけ。絵も上手くて衣装も作れて可愛いとかなんなの完璧超人なのまあ確かに、ことオタク部門で言ったら、気類なき才能ばっかりだよな。<laughs> で、しかも性欲も高くておっぱいもでかいっていう。この頃のカノに会いたかった。今も可愛いけど、いつの時代のカノもめっちゃ可愛い。こんなコスプレ、自分の好きなキャラでされたら、一発で好きになる。じゃあ、ほうじじやしちゃんやろうよ。<laughs> もうパート1からの伏線が未だ回収されないんだけど、ほうじじやちゃんのビジュアルは公開されるんだろうな。カノルートで公開されなかったら、もう今後一生日の目を浴びないぞ お願い一人で聞いてるの耐えられないから休憩して抱きしめていや意味がわからん <laughs> お前ただ抱きしめてほしいだけだろうが <laughs> でもこんな可愛い写真をいっぱい見せられた主人公がその写真の本人を現実で抱きしめたりなんてしたらコスプレする前に一回セックスしちゃいそうだけどね彼女の体を起こすと視線こそ合わせてくれなかったものの完全に恋する乙女の顔を溶かしていたある意味恋の時よりもエロい <laughs> もはやもうセックスはいらねえぞと <laughs> え窓ソフトさんの強制セックスカットシーンあった 金輪際カノルートでセックス見れない感じもうこういう雰囲気を一生味わう感じ脇の下へ手を入れて抱きしめるとカノの方からも俺の首にしがみついてきた息が乱れて小さく震えている欲 w <laughs> してるだけだろこいつ www <laughs> カノは可愛いよ恋人の欲目抜きで可愛いこんなに可愛い子が自分の恋人で本当に嬉しい贅沢すぎる改めて好きすぎる <laughs> もうセックスのお誘いにしか見えないじゃん w w <laughs> コスプレ画像おかずに使うなよ あんたと付き合えてよかった。初めて初めて人に見せたから微妙な反応だったらどうしようって実は怖かった。そんな重たい案件だったんだ。<laughs> あぶね。<laughs> 主人公がナイスコネツしなければ破局の未来もあったのか。ありがとう 自自分のの見たたたた目にににまた少ししだけ自信ついいいいいかかもももれななななう卑屈にならなくてもいいのかなっててっっ私あん可愛言い可愛いコスプレ画像とはいえ、ブスブスと言われていた時期のカノを見た主人公の口から可愛いってコメントが出てる時点でもうカノの過去の黒歴史は無賛したかもしんないね。可愛い,いよ。カノは可愛い,い少しいやらしいことをしたい気持ちも湧いたけど、さすがに7回もしてしまった今日は、キスをするだけで我慢した。あー、そういうことで、ね、<laughs> 今日もうすでにしてしまったから、セックスを預けってことね。じゃあ明日 下からまだワンチャンあるね。舌を絡めないキスを長い時間し続けた。唇を離すとカノは恥ずかしそうにうつむいた。今の私、あんたのことがやばいくらい好きになってる。何だろう？これ、普通に恋してるえ。なんで主人公が彼氏だと普通の恋ができないなって、勝手に予想を立てるの。<laughs> ちょっとこじれた部分もあるけど、ちゃんと普通の男子高校生なんですけど。あんたに っってててて言言わわれれるると今まで自分で自自分分に聞かせてきたブスって言葉がつつずつ消えてくくすごく救われるあ、りがとうああ周りから言われすぎて自分自身でも自分自身に対してブスって言っていたんだかのはこのケースで言うと周りからどんなに可愛いよって言われても聞かないもんねそれならやっぱりコミ窓でコスプレしようして欲しい可愛い俺の彼女を眺めたいあ,あ、意外と独占欲ない主人公なんかそういうの一人占めして自分の部屋のでかいショーケースの中に閉じ込めておきたいとかそういう発想になると思ったのにあんたの前でだけで 私あんたたたに見ててもらっただけけで今すごく満たされてるけどいや、そのコメントでこっちが満たされるわ <laughs>。もう他のヒロイン出ないんじゃないかぐらい今可愛いぞお前。それでもいいけど、なんていうか、うん、ハノの可愛さを世界に見せびらかしたいというか <laughs>、世界とは大きく出たな <laughs>。独占したいタイプじゃなくて自慢したいタイプの彼氏なんだね主人公は。 何それあ,あんた NTR とか BSS とか好きなの BSS わかんねえな <laughs> それテレビと何が違うの <laughs> 寝とられわかるしそんな趣味はないけど BSS って何僕の方が先に好きだったのに寝とられが両思いの恋人を他人に取られるのに対して BSS は片思いの好きな人を他人に取られるやつ最近人気あるあそんなジャンルあるんだ <laughs> 片思いの好きな人が他人に取られるって知らんかなって感じだけどね <laughs> 取らられるの嫌なんだったらさっったささと行動に移せよってツッコミしちゃうわ俺的に全く興味ないジャンルだな。カノを取られたくないし、どころか独占欲ある。いや、説得力ねえのよ。<laughs> その割に自慢したがってんじゃん、お前。こんなに可愛い子が、俺の彼女なんだと背後から眺めていたい。安いのは自分でもわかってるんだけど。<laughs> 周りのうぞうむぞうたちがカノにメロメロにされちゃってるところを片目から見ていたいのね、お前は。<laughs> それカノに手出しされないこと前提での話じゃないか世の中にはやばいやついるぞ、結構。バカップルだなもう本当。さりげなく自分を頭数入れるのかわいいな。<laughs> でも、カノが独占欲を抱いたってなったら、主人公の非じゃないレベルで嫉妬に狂ってしまいそうな気がするけどね。でも、カノ自身、心の奥底では、イベントでコスプレしたそうなんだよ。誰かに見せるっていう目標がなければ、淡々と衣装作り続けるなんてできないと思う。ああ、カノの真相心理を読み取ってんのね、主人公は。俺は世の中にコスプレ衣装を作ることに満足しちゃう人間は絶対いると思ってるから、別にコスプレ参加するしないはどうでもいいと思ってると思うんだけどね。カノは、アニメのビスクドールは恋をするの。王女君だって自分でコスプレするわけじゃないし。ちょっと待ってね。あれこれ、過去のコスプレ衣装を引っさげて、部屋にやってきてくる れるパターンでは、いや、ちょっと願わくば、まんこちゃんが見たい <laughs>。どんな大陰唇がついてるのか把握したいんだけど。はみ出しクリア。